マシュー・モリソンはアメリカ合衆国の俳優、ダンサー、ソングライター。主にブロードウェイやオフブロードウェイのミュージカルを活動の場としており、ブロードウェイ版ヘアスプレーのリンク役やテレビドラマグリーのウィルシュースター役で知られている。2005年ミュージカルナイト・イン・ザ・ピアッツァーでトニー賞に初ノミネートされた。2013年よりアダム・レビーンの222レコードと契約している。2015年3月から2016年1月、ブロードウェイミュージカル、ファインディング・ネバーランドにおいて、ジェームス・マシューバリー役で主演した。カリフォルニア州、フォートウォド生まれ。子供時代にシアターキャンプに参加したことから、演技やミュージカルに興味を持つようになる。高校は、オレンジカウンティハイスクール・オブ・ザ・アーツに通い、ニューヨーク大学を卒業した後、ミュージカル版のフットルースでデビューを飾った。2013年6月にモデルのレニー・プエンテと婚約し、2014年10月18日にハワイのマウイ島で挙式した。2015年、グルゾン主催のリスペクトアワードでインスピレーションアワードを受賞。2015年4月に正式に開幕したファインディング・ネバーランドでジェームス・マシューバリー役で主演し、再びブロードウェイの舞台に立った。ありがとうございます。